ギョーです。こんばんは。今日はですね、2014年5月13日火曜日夜の19時であります。今日はですね、4次元生中継、ということですね。要するに4箇所で、同時に放送するということであります。ユーストリームと、ニコニコ生放送、それからツイキャス、それからYouTube ですね。YouTube 生放送、それで計4つということになりますよ。いえ。いずれもですね、アーカイブで、後で見られると思いますので、よろしく。あ、ツイキャスだけはダメなのかな。つまり、本当には4つ全部映るかわからないんですよ。ですから、皆様が確認してください。それで、映ってるか映ってないかは後でですね、夜間の方にですね、Twitter でも何でもいいですから、ご連絡くださいね。はい、今日はですね、そうですね、今日の曲なんだけど、ですね、茶川現象という、アルバムがあります。はい、これはですね、昔キングレコードですね、そういうメジャーの会社がありました。今はあるのかな、よくわかんないんだけど、そこから目がメジャーデビューということでですね、ジャガー現象というアルバムを出したのであります。その中のですね、グズグズするなという曲があります。そうですね、先日ですね、ツイッターでですね、グズグズするながいいというような、書き込みがありましたので、それをやってみようと思っております。それではですね、ジャガのアルバム、ジャガ現象の中から、グズグズするな、どうぞやるぜ。
今のはですね、グズグズするなでした。CD アルバムジャガー現象の中に入っております。ジャガー現象はですね、今のところはジャガーのホームページから通信販売で買えますのでよろしく。この間、そうですね、なんか新聞記事とか、ヤフーニュースとかですね、そこら辺でジャガーの記事が少し載ったようなんですけど、まあそんなんでですね、ファイト市川っていう曲をですね、YouTube にアップしておりますけど、ビデオですね、ファイト市川のアクセス数がかなり増えたのですよね。で、その曲をやります。ファイト市川はですね、市川ケーブルテレビのですね、イベントにジャガーが出演、するということで、急遽作った曲なんですよ。去年の8月ですね。で、その曲を作ってすぐに、アルバムも発売したというわけです。ファイト市川というアルバムは、Amazon とかの通販、それから、iTunes ストアのダウンロード販売ですね、配信販売、それもできますからね。ファイト市川はその名の通り、市川市の、名所、旧跡ですね、そこら辺を、観光名所ですね、そこら辺を、いろいろ散りばめて、あとですね、学校の名前もじゃんじゃん出したわけですよ。っていうのはですね、どうしても僕の学校を入れてくれとか、私の学校の名前も入れてくださいなんて要望がありますので、ありったけ歌える限り早口なんだけど歌ったんですよ。1番と2番があるけど、2番の方にですね、学校名をたくさん歌いましたから、皆さんが自分の学校名があったらいいと思いますけどね。じゃあやるぜ、ファイト市川。ジャガーです。市川にいらっしゃい。ジャガのイチカワシオス、一緒に散歩しましょうね。ジャガのイチカワシオス、お前にス、ヤバタのヤバシラのツ、ヤバタのジンジカのイチカワ文化大会館通っていい、リンクへコートグラムで食事しましょうね。
君はこんな人ばっかり見てるんじゃないの？真面目に遊びなさいよ。君は20席出しを食べてさ、中山法華経寺の小島とに住んでいなさい。植物園修学院校内国語ワイヤ女子第一部所在市川学院市川学業国語富士女子校まだいくつ駅の駅をいましたさとみ公園ブッサー真っ赤の散歩道お花見がとても素敵なんだ平成のバーティーのブッサーお菊も墓を踏んでさヤギのバーストに降りましょうよね君がヤギの私に乗るとさヤバいんですよわかる君は河野大病院と市川病院の先の13位に行けてさ内容はですね、ジャガーが、皆さんをですね、市川市内を、案内して連れてっていろんなとこを見せてあげるというようなストーリーですね。で、ところどころにですね、チーバクというアイドルがですね、アイドルというかキャラクターですね、ゆるキャラが出てくるわけです。チーバ君ですね。チーバ君といえば、この間、幕張メッセのイベントの時に、出てましたね。で、帰りにですね、チーバ君のぬいぐるみを2つぐらいもらっちゃったんだよな。部屋に飾ってありますけどね。うん、はい。じゃあ、今日はこの頃ら辺までにしますからね。4弦同時生中継、4箇所どうですかね。皆さん見れましたかね。というわけで、こればっかりはやってる方にはよくわかりませんので、ご覧になった方が、手話の方に、見れたとか見られなかったとか、教えてくださいね。じゃあまた来週会おうぜ。じゃあねー。イエーイ。